事故から1週間経過しましたが、現場には被害者を悼み、多くの花が手向けられています。黙祷。今月15日、 JR 鏡石駅前の歩道に72歳の女が運転する車が突っ込み、2人が跳ねられました。埼玉県の19歳の男子大学生が死亡、19歳の女子大学生が一時意識不明となりました。どうやって同じような事故を防いでいくのか。駅のそっち側とこっち側とこことそこ取ってこうサロあんってあんだ。そこはもうみんなカラーコーンになってカラーのね、カラー舗装みたいにして停止の前はそういうふうにすればね。ね、警察や鏡石町、地区の交通安全協会など50人が参加し、現場の点検を行いました。事故の原因となったのが、アクセルとブレーキの踏み間違い。軽自動車は現場の手前にある一時停止の位置で止まらず、時速40キロ以上のスピードで2人を跳ねたとみられています。最終的にはその行き側の方の歩道側の方に、まあボラードというボードをつけていくと、まあ車との歩道者の安全確保が出ていくかなと思います。駅前の歩道に車の進入を阻むポールを設置するなど、来月から順次安全対策が進められる見通しです。一方、事故に巻き込まれた女子大学生は会話ができるまで容態が回復したということです。